私の手により一つの蛇となる。その後彼は父を殺し失踪した。人間を殺すことを世界は悪だと言うだろう。だとしても僕は悪で構わないと思った。ある女性について調べてもらいたい。名前は久喜香織。なんで久喜香織を調べてる。お前の知っていることを全部話せ。お前に地獄を見せるために用意された女。私の他に香織さんを調べてる人間がいます。矢島孝之。お近づきの印です。最上級品だ。純度がいい。なぜ顔を変えたのか、なぜ再び殺すのか。あなたの周りはよく人が死にますね。僕が疑われてるんですか。目的は一つ、一人の女性を守りたかっただけ。だとしたら狂ってますね。決定的に歪むだろう。お前人間恨んでるか。もうお前に幸福はない。僕の中の最高の価値は善でもなく世界でもなく神ですらなく悪と仮面のルール。